はい、皆さんこんにちは。川原パティシエ医療室看護専門学校の黒沢です。今日はですね、絞りクッキーをやっていきたいと思います。はい、まずはじめに、材料紹介を行っていきたいと思います。はい、まずはじめですね、バター、これが 250g、これは無塩バターですね。ポマード状ですね。指で押さえて、しっかりバターが柔らかくなるぐらいの感じですね。はい、次に粉糖が 100g、塩1つまみこちらに入ってます。で、薄力が 260g と、カカオパウダーが 30g 一緒に入ってますね。で、卵白が 45g です。はい、それではやっていきたいと思います。はい、まずはじめにバターをほぐしていきます。はい、そしたらほぐれたら次に粉糖を入れていきます。はい、混ぜていきます。2回ぐらいに分けてね、入れていきます。ここでね、分離した状態でも粉入れたらつながるので特に問題はありません。はい、そしたら粉入れていきたいんですけども、この段階で、薄力とココアをしっかり合わせておいてください。はい、そしたら生地これで完成です。はい、じゃあちょっと絞ってみますね。あまり入れちゃうと少し生地が柔らかくなっちゃうので少しずついきたいと思います。動くかなこれ。あ、動くね。ちょっと押さえながら。柿本先生、押さえれる、はい、ありがとう。温度はですね、180、180の大体12分ぐらいですかね。はい、できます。はい、 OK ですね。よし、はい、焼き上がりました。そしたらこれでね、少し冷めたら、盛り付けて完成にしていきたいと思います。はい、クッキーの方がこういう風な感じで仕上がりました。はい、そうしましたら次回はダックワーズをやっていきたいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。